カーク・ルーターはアメリカ合衆国イリノイ州セントラリア出身の野球選手。投手、左投げ左打。ニックネームはウッディ。日本語メディアではカーク・リーターと表記されることもある。1991年にモントリオール・エクスポズからドラフト18巡目指名で入団。1993年7月7日、メジャーデビュー。同年、シーズン終了までに14試合に先発し、8勝0敗、防御率 2.73 を記録。新人王の投票では7位であったが、スポーティングニュース紙が選ぶ最優秀新人投手に選出された。1994年4月29日のパドレス戦で、フェルナンド・バレンズエラ以来となるメジャーデビューから10連勝を達成。その後、ルーターに勝敗がつかない試合が続き、5月21日のパイレーツ戦で負け投手となったため、メジャーデビューからの連勝が10で途切れた。1996年7月30日、マーク・ライターとのトレードで、ティム・スコットと共にサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍。2002年は14勝を記録し、左投手として、球団史上、ジョニー・アントネーリ以来となる6年連続2桁勝利を達成。ポストシーズンでは、ルーター自身初のワールドシリーズへ進出。ワールドシリーズ初登板となった第4戦で6回、3自責点で、クオリティスタートを記録。勝ち投手にならなかったものの、チームは4対3で勝利。第7戦ではリリーフで4回を無失点に抑えたが、チームは1対4でアナハイムエンゼルスに敗れ、世界一はならなかった。2003年は初の開幕投手を務めたが、7月8日のカージナルス戦で左肩を痛め、2回途中で降板し、翌9日から故障者リスト入りとなった。7月25日のパドレス戦で復帰したが、7月31日のカブス戦の登板前のウォーミングアップ中に左肩を再び痛め、7月26日に遡りシーズン2回目の故障者リスト入り。8月24日のマーリンズ戦で復帰を果たし、シーズン最後の登板となった9月26日のドジャース戦でシーズン10勝を達成。左投手として球団史上、カール・ハッペール以来となる7年連続2桁勝利を達成。開幕投手を2004年も務めたが、同年9勝12敗で連続2桁勝利が7年で途切れ、ジャイアンツ移籍後初の負け越しのシーズンとなった。2005年は2勝7敗、防御率 5.95 の成績に終わった。2006年3月6日、現役引退を表明。ジャイアンツでの105勝は、球団が1958年にニューヨークからサンフランシスコ移転後、歴代3位。同年8月19日の試合前には、ジャイアンツの本拠地 AT&T パークでカーク・ルーターデーが催された。ありがとうございます。